皆さんこんにちは、バイトルです。ちょっと簡単にオープニング的なやつ作ってみました。まるで小学生が夏休みの思い出に描いた絵ですね。今回は映画テネシャス D 運命のピックを探せに登場する運命のピックを作っていきたいと思います。この運命のピックってやつなんですけど、あの悪魔の歯でできてまして、でこれを手にしたものは、並外れた歌唱力やギタースキルが得られますということで、主人公おデブの二人がいるんですけど、この彼らがこの運命のピックを探す旅に出る、まあ、冒険しに行くっていうストーリーになってますね。はい。でですね、まあストーリーがですね、結構下ネタが多くて、まああとコメディ要素も多くて、まあ、とてもとてもまあ僕が好きなジャンルの映画になっております。初めて見たのが、僕が中学生の頃かな、親と一緒に見てました。とても気まずい思いをしましたね。はい。で今回ですね、新しくスカルピー粘土というものを買いました。今まではですね、ちょっと安っぽい粘土を使ってたので使いづらかったんですけど、ちょっとポイントが貯まりまして、 Amazon のそれで買ってみました。いや結構使いやすいですね、この粘土。さすがフィギュアを作れるだけはあるなって思いました。でまだちょっと初心者なので、使い方というか粘土の質とかはあんまり分かんないんですけど、使いやすいというかいい粘土ですねって思いますね。まあ、今出来上がったんですけど、こちらをオーブンで130度の20分間ぐらい焼いていきます。で焼きました。こんな感じです。で次にですね、お湯丸くんをお湯で溶かしていい感じに広げて、さっきのやつを置いて包みました。これはこれで氷漬けにされた感じでちょっとかっこいいです。でこの型にですね、さっき作った型に、その蓄光パウダー、あとレジン液、まあ今はちょっと絵の具がなかったのでミスターカラーの緑を1滴ぐらい入れて、でねるねるねるねしてさっきの型に流し込むっていう感じですね。結構こぼすな。で次にブラックライトで当てていきます。で固めます。結構綺麗ですね、この状態でも。固まったら外していきます。ちょっと真ん中へこんでるかな。であとはヤスリがけして絵の具の黒で墨入れしながらちょっと汚していきます。はい、完成しました。では早速見ていきたいと思います。しょうか。我ながら結構再現できてるんではないかなって思っております。と使ってみた感じ、まあ一応使えました、まあ、ちゃんとピックとしての役割を果たしてましたね。はい、今日の動画はここまでになります。最後まで見てくださった方々ありがとうございました。この動画が良かったらですね、
チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またなんか映画とかアニメとか作品を見て、インスピレーションを受けたらまたなんか作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまたごきげんよう。